はい、皆さんこんにちは。また今日もこの画像から始まりました。私今押さえているのは側頭筋、物を噛むときに使う筋肉、下顎を動かしてしまう、ここを力を抜いて過小をしていくっていうのが今回のポイント。また聞き比べてください。なんと今回はグレンゲのサビハイ D 出てきます。まずは力んでいる私からどうぞ。どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。簡単に打ちのめされて負ける意味を知った、グレンの花咲き誇れ運命を照らして。さすがにひどい顔、もうガリガリに力んでベロを引っ込みまくりですね。もうほとんど後半音程を取るのも大変なぐらい力みまくってました。こんな顔して歌っていることありませんか？側頭筋意識していきましょう。じゃあ側頭筋の力を抜いていけるのか、グレンゲサビどうぞ。どうしたって消せない夢も止まらない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。簡単に打ちのめされて負ける意味を知った、グレンの花咲き誇れ運命を照らして。さすがに女性曲ハイ D 絡めてほとんどがハイ A 以上でした。少しね眉毛眉間にシワが寄る瞬間がありました。あれね、側頭筋反応しちゃいましたね。ただまあ頑張った方じゃないでしょうか。ということで超ハイ音域を出す時にも側頭筋抜いておけますか。今日はトレーニングです。では本編どうぞ。はい、皆さんこんにちは、ボイトレックストレーニングです。 YouTuber ボイストレーナーゲンです。さあ今日も続きやっていきたいんですけども、側頭筋超意識してボイストレーニング声出していこうぜということでやっていきたいと思います。さあ前回の動画では筋トレ、ボイトレには筋トレが必要だよ、で筋トレの手順、はい、何で必要なのかとね、ただ力を抜け、これだけではいけない場合が多い人が多いんですということで、この手順が重要ということでお話をしてきました。まずは1、役割で、縮める筋肉なのか伸ばす筋肉なのか、筋トレではどっちをしなきゃいけないのか、はい、ということで側頭筋は伸ばす方を筋トレしていくことによって勝手に縮んで力むっていうものをなくす筋トレが重要ですということでした。はい、特にね噛む筋肉なのでここら一体つながっています。鍵になるのが側頭筋、喉の筋肉までこいつは影響介入してまいります。厄介な筋肉です。いらないとは言わないですけども、使いすぎない方がいい筋肉ということでやっていきましょう。さあということで軽く復習していきましょう。ポイで、側頭筋の位置、頭のここ顎、ここ後筋、噛む筋肉ですねの骨の上、頭の真横ですね、ここをグッと触った状態、まあ、ちょっとね髪かき上げるような感じにしてグッと触った状態で噛む、ここ動くなっていうところ、そこ側頭筋ですね。あと眉毛を上げたりしても動くところ、あそこ側頭筋です。ちょっと眉毛上げたまま噛んでください、あ動く、そこ、じゃあそこマッサージしましょう。まずは柔らかくしていきましょう。そして今回のポイントはまずそこを少し自分で伸ばすって感じですね。どうしたらじゃあ伸びるのかっていうと、ウィンクをした時に目をクッと上げるような感じ、縮むところと伸びるところがありますよね。側頭筋のこの辺はちょっと伸びるような感じになりますので、少しだけ目を引き上げるような感じ、特に目尻この辺を引き上げようみたいなつもりで上げてってください。軽くね、で手でもう補助しちゃってください。かき上げるような感覚でクッとここを引き上げとか、クッとね、はい、その状態で伸ばす、この状態のまま声を出そうと思ってってみてください。はい、で声を出した瞬間にここがキュッと戻ってくる、ビャッと動く、縮んでくる、アウトですので、そうならないように軽く伸ばして力を抜いておいてください。はい、そのポジション取りましょう。
う引き上げて伸ばしちゃう、ぐ結構ね腕はねグッとやっちゃってもらっていいです。その方が効果出ます。はい、その状態でじゃあ鼻で呼吸してください。ここを引き上げていく、目の目尻を引き上げていく、目を引き上げていくことによって鼻の奥は広がりやすくなります。はい、これが一個いいところですね。縮めてっちゃうと鼻が狭くなってっちゃいますので、広げていく、伸ばしていく、ね、プラス声を出すときに声帯への力みの介入っていうのが減る方が増えます。裏声が出しやすかったりとか、地声と裏声がつながりやすかったりしてくる方が増えます。ここ伸ばしてください。それでじゃあちょっと声出してみましょう。言葉をファ、口開けてもここが力まない、縮まないようにしてください。ファ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 、こんな感じ言ってみましょう。はい、ファ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 、縮んできたらアウト。はい、ファ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 、手でかき上げて伸ばして、ファ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 、引き上げとく。ちょっと目がね猫の目になるようなつもりぐらいやっちゃっていいぐらいです。はい、ファ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 、どこも反応しないように、ファ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 、頭の横を意識して音程上げます。ファ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 、縮まないことが一番大事、声ほといていくぐらい、ファ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 、オッケーオッケー、縮まないことが一番大事。ファ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 、裏声になっちゃうならそれで OK、 縮めない、ファ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 、もしいけるなら地声で頑張って、ただ縮んだらダメ、ファ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 、ラスト、はい、ファ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 、 OK です。はい、うん、どうでしょうね。じゃあ今度は全く力まなくていい、ちょっと声の出し方ですね。リップロール、息はしっかり吐かなきゃダメ、そうしないと止まっちゃうし、いける人はできるだけ強く息吐いていってください。その時にもここ引き上げときましょう。でリップロール発声練習、ミックスボイスですね、地声をずっと狙っていってください。その間もここをずっと触っとく。はい、やってみましょうか。こんな感じ、反応しない、息はしっかり、はい、じゃあ行きましょう。はい、側頭筋伸ばして、縮まらないように手の補助で伸ばしちゃってください。引き上げとく、引き上げたまま、息は一気に、一気に吐き出して、両腕でね、両腕で、目が落ちない、地声狙って、その時こうなってない、そう引き上げたまま、ラスト、はい、これでハイCまで行きましたね。側頭筋どうかな、意識できましたか、いけた、いけました、はい、でここが縮んでないかを手のひら全体で感じておいてください。皆さん少し休憩、ボイトレクエストに初ゲストがやってきてくれました、青年 Y 君。ただいま絶賛レッスン中ということで、現在1年ちょっと通ってくれてます。どこまで声が出るようになったんでしょうか。圧巻で発声練習をしながら側頭筋を意識して、ハイディまで行くよ、 Y 君どうぞ。いい
はい、なんですか D、 あ、D。来た当初は私と同じガリガリに力むタイプ、 F シャープも綺麗に出ていませんでしたが、1年でハイ A なんかは普通に出してしまう。綺麗にね、驚異的なスピード、風船もハミングもアッカンベイもめちゃくちゃやってくれてました。これからも頑張ろうマイク、ありがとう。本編戻ります。じゃあハイウエを出だしはハにしましょう。息流していきましょう。でハイウエを引き上げた状態、両方持った状態。じゃあ1個音試してみましょうか。ハイウエオ3、はい、ハイウエオ3、はい、ハイウエオで、息はしっかりリップロールの方向に入っていこうと思ってみてください。じゃあこれをハイウエオ、ハイウエオ、側頭筋が反応しないように引き上げて、手で引き上げて、自分の意識を少し伸ばして抜いていく意識、やってみましょう。3、ハイウエオ3、はい、ハイウエオ3、はい、ハイウエオ3、はい、ハイウエオ、引き上げて3、はい、ハイウエオ、上げたままハイウエオ、縮んできたら感じる、ハイウエオ、側頭筋、頭の横、息はリップロール3、はい、ハイウエオ3、はい、ハイウエオ、ラスト、はい、ハイウエオ、 OK です。縮まなかったですか？どうでしょう。歌ってる最中、ここここここが大事ということなので、ここね、意識してみてみてください。最初は補助ありで OK です。抜いてやってみてください。途端にあれ、なんかやっぱ上げてる時よりも声出にくいなっていう風になってくるかもしれないですね。はい、なんで自分でもちょっとここね、側頭筋をちょっと伸ばしとけるっていう風な顔の表情で、ミーシャさんとかもこういう顔しますよね。あまりにも上げすぎないけど落ちすぎてない感じ、ちょっと伸びてるぞ感。スーパーフライさんもやりますよ。ミーシャさんもやる。で、あとね、マイファスのヒロさんね、前回も言いましたけれども、ああいう風に歌うときにここやっぱね、力んでないんですよ。本当に楽に高い声出してる方々は。ということで、皆さんもまずは模写、真似していく、筋トレしていってください。はい、ということで、ね、ここ超重要なので、だいぶ来ましたよ。ただ、やっぱね、また補足付け加えさせてください。あっかんべーとかで思いっきり力んで戻っちゃってる人は、もう側頭筋以前の問題なんで、そこやんないとどうしようもないです。ここやっぱりね、言うても、めちゃめちゃでかい筋肉ではないんですよね。だから最後の仕上げに近いです。ということで、ちょっとね、ボイトレクエスト、もうすぐ1周年、ありがとうございます。ということで、まあ、基本的なところ、ミックスボイスを目指していくために大切なポイントっていうのを1年でくるっと1周できそうかなと思いますんで、まずはね、一からまずは息をちゃんと吐く。息をしっかり吐いても力まない人間にならなきゃダメ。今度は通り道の筋トレ、いろんなことやってきました。脱のどこへ、ハミング、アッカンベ、いろいろやってきました。でそういったところも鍛えて反応しないようにしていかないといけないです。でここまでできたら側頭筋、これね本当に私の今いる生徒さん方にもやってもらっている方いますけれども、かなり効果出てます。自分自身にももちろん爆裂効果を感じているところなので、こうお伝えしていってますんで、順を追ってここまでぜひね到達してもらいたい。ただまず一回やってみてください。それで変わる方いるかもしれません。はい、ということでね、もうちょっとね、こまごました筋肉でこれがビタッとはまる人は、これだけでもかなり抜けちゃうっていう筋肉の場所があともうちょっとあるんで、そこいらも次回お伝えしたいと思います。はい、ちょっとね、これが鍵です。これが鍵、はい、どこどこって感じでまたご覧ください。さあ今日もボイトレクエストありがとうございました。なんでね、年中このね、もうさ、もうこの帽子をかぶろうってね決めちゃったんでね、年中この帽子かぶってますけどね、あっつみたいな。はい、そんな感じでまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日もありがとうございました。側頭筋抜いて過ごしましょう。さよなら。ニコ。東京都杉並区浜田山のオトニンミュージックでは随時レッスン生を募集しております。こちらの方もご確認ください。なお、ストリートアカデミーというサイトの方でも基礎講座を開講しております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。